ということで、はい、今日は箱は何かかったイノシシさんのこれだけでは続きやる VTR スタート。はい、ということで、はい、この棒で何とかしようと思ってます。どうするんでしょうか。何すんの。はい、ちょっと様子を見に行きましょう。あ、いるね、いるいる。お、いるね、いますね。あ、いるね。ええけどな、もういるのは結構大きい気がしたんですよ。大きいじゃん。この時はね、大きい大きい。はい、ということで、はいはい、とりあえずもう槍しかなかったんで、槍をね、槍を作るんやね、作ろうと思います。あのさっきの棒に、槍を、槍というか、ナイフをめちゃくちゃ硬く、めちゃくちゃ硬くして、これでなんとかしようと思いました。はい、まず最初はね、こんな感じでさせてもらってます。さしてもらってます。漫才師みたいなやつ、ね、これが結構時間かかったかもしれない、ちょっとトークでやってます。はい、できました。わかった、はいはい、なんか、はい、なんとなく結構硬くなりましたね。いいね。それからどうしたの。はい、はい、ということで近づいて、怖いですね。めちゃくちゃビビってます。ビビってますね。こう見たらめちゃくちゃでかいんですよ。ああ、ね、結構でかいけどな。でかいから、うん、ビビってます。いやー、しゃあない、しゃあない。それからどうしたの。ということで、ビビりすぎてですね、とりあえず、先輩漁師を呼んで、なんとかしてもらおうと思いました。すごい映像やな。結構、なんていうの、強気やから。強気やった。強気、強気、すごい強気な、血が出るぐらいまでこんな感じで、あ、結構血ついてんな。今年突進してきてますね。はい、あ、で、とりあえずは、はい、先輩漁師さんに、おうおう、電気槍持ってある人がいるんで、その人にちょっとお願いをしました。いいですね。やっぱ電気槍いるんちゃう。なんか、なんとなく電気槍いる気がするな。怖いわ。スイッチ発動か。スイッチ発動か。去年から2回目か。スリボー。スリボーだらけだよ。鼻痛いね、もうブラブラなっとる鼻。はい、怖いよ。これ怖い、怖い、怖い。怖い、怖い。なんでこれ怖い。怖い、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 怖い。いいかな。喋り出しまで。ぽよん321。ということで、すごかったね。食べさせてきました。はい、で、このまま、ナイフを出して、川で
反省してるな。だいたいこんな感じで、1時間川につけて、川につけて、なるほどね。海上まで持ってきました。お花がね、何これ何これ、折れてるんですよ。折れてんのこれ。花折れ、花折れですわ。花折れ断層ですわ。はい、ちゃう。あの牙はそんなに出てなかったんで、1歳ぐらいちゃうか、1歳のホスって言ってました。はい、こんな感じですね。あ、なんかすごいですね。さあ、ここから内臓なくなったらもう結構痩せたりしていこうということになりました。はい、こんな感じですね。はい、いいじゃないでしょうか。イノシシさんを3人で解体して、はい、で3人でお肉分け合って、美味しくいただきました。いいですね。ということです。はい。で、上手にしてたんちゃう？はい。した。はい。また見てね。せーの。バイバイ。バイバイピー。ザッ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 。チャンネル登録してね。歌うな。